石橋、奥に、古典式名園那覇港那覇空港式名園の一式、名園式名園は、沖縄県那覇市町にある、琉球庭園の一つ。式名園の御殿とも、また、首里城の南にあることから南園とも呼ばれた。造園は、琉球の第二直し王朝、小木の時代に始まったと言われるが定かではない。完成は、昭恩の時代の1799年。 中国の様式と沖縄独自の様式の接中様式で建築されている。完成当時は中国皇帝からの使者をもてなす。現在でいう迎賓館として使われた。観光台と称する展望台があるが、海を望むことはできない。これは琉球をより大きな国に見せるためとも言われている。第二次世界大戦で園内のほとんどの建造物が破壊されたため、 現在見られるものは復元である。1941年、国の名称に指定され、戦火で壊滅後、1976年に再指定。2000年には、国の特別名称に指定され、同年12月にユネスコの世界遺産に登録。1999年以来、毎年11月3日には、園内で、式名演歌会が開かれ、短歌を楽しむ人たちで賑わう。 また11月第4日曜日には、季名園、悠々会が開催され、地域の伝統芸能発表が行われている。なお、敷地内に、幾徳線という泉が湧く。そこに生える、炭水産の高層類、島地筋のりは、国の天然記念物である。式名前交差点から見ると2番3番は西側。 すぐのバス停に発着するが、5番及び14番は、運行経路の関係で、同じ、式名園前を名乗っていてもバス停が異なり、北側に1分歩いた場所に発着する。なお、式名園の敷地自体は、この交差点の東南角側に広がっている。ありがとうございます。